いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、なんと去年僕たちね、 YouTube 活動をまあコロナをきっかけに4月のまあ3日ぐらいからね、動画上げ始めたんですけども、そのね、だいたい5月ぐらいかな、5月ぐらいになんかまあ有名建築をモデリングしたくて、住吉の長屋のね、図面をもうあさりにあさりまくってですね、モデリングしてたんですよ。まあその動画もモデリング最初の動画も撮ってたんですけども、まああまりにね、なんかちゃんとした情報がないもんで、まあめっちゃ手こずったんですよね。で、手こずりに手こずったんで、なんかもうだるくなっちゃって動画にすんのをやめてたんですよ。まあごめんなさい。で、やめてたんですけども、なんかちょっと最近それ見つけてね、なんかさすがにまあちょっともったいないなーっていうことで、ほっとくのはねもったいないなっていうことで、ちょっとツインモーションにまあ入れてみました。はい、こんな感じでできました。はい、で、まあせっかくなんで、このまあツインモーションに入れた住吉の長山は本物ではないんですけども、このご時世本物にね行くのもね、その周辺の方にご迷惑になるんで、ちょっとね皆さんと一緒に探検していこうかなと思います。はい、やっていきます。歩くスピードに変えて、はい、こんな感じで右は行き止まり、上は吹き抜けと、こんな感じになってます。で、ここに壁があって、ちょっと通られへんから歩くモードやめて、はい、こんな感じですね。はい、入ったらなんかいきなりこういうね、なんかなんやろこれ、土間ではないけども、まあこういう場所がありますと。で、ちょっと特徴的なのが、こんな感じで小さい窓がね、ところどころあるっていうのも特徴的ですね。はい、あとこんな感じで靴箱っぽいのものがあったり、こういう感じで座る場所があったりとね。で、一応これ奥まで行けます。先ほど行き止まりやった場所ですね。はい、入るとですね、よく、まあ、Google とかで住吉の長屋なんて調べていただければよく出てくる内観ですね。はい、この内観の写真よくこの画角で出てるんで、よかったら調べてみてください。本当にこの地面もこんな感じで、壁もこの打ちっぱなしで、階段もこんな感じなんで、まあ、結構忠実に再現できてるのかなと思います。で、このまままっすぐ行くと、まあ、この家具とかはちょっと適当なんですけど、まあ普通にキッチンと、まあリビングかな、リビング、うん、ダイニングか、はい、キッチンとダイニングが普通にある感じで、まあ狭いですね。普通にやっぱモデリングしてみて思いましたけど、狭いです。ただまあこの抜けた感じとかは結構斬新で面白いのかなと個人的には思っております。はい、そしてこのまま2階にどん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 と上がっていきますと、寝室がありまして、そのままぐるっと回転したら、はい、こんな感じでね、ちょっと狭いんですけど、廊下をこんな感じで歩けて、こっち側もこっち側も一応寝室ということで、まあ平面図ね、僕が見た平面図はこうだったので、これそれに合わせてねやったんですけども、実際はどうかわかんないんですけどね、多分ここら辺、まあ2部屋はがある感じで、もう間違いはないのかなと思います。はい、はい、ここまではまあだから基本的にね、多分住吉の長屋って調べたらわかる内容であったり、まあそういう体験なんかルームツアーみたいなのもしあったらね、そういうので見れるやつだと思うんですけど、まあ CG ならではということで、今回はちょっと上から見たりですね、ちょっと断面で切ってみたりとかして、ちょっともうちょっと深掘りしていけたらなと思います。はい、早速こうやって上に上がってみたんですけども、どうでしょうか。まあ、ちゃんとねパラペットなんかも作っちゃって、やっぱまあ上から見たらこんな感じで、どうですかね。やっぱこの中庭がいい味出してますよね。なんか狭いけど、ここをちゃんとぶち開けることによって、この両部屋、まあ時間帯にもよるんですけども、しっかりと採光が取れるように、まあ工夫がされている、狭小住宅だからこそ、まあ、こういう案が出てきたのかなと思うと結構面白いですね。はい、で、まあ、ただ一つ問題がやっぱ雨ですね。雨の時が一番やっぱ大変なんだろうなっていうのはやっぱありまして、このウェザーとかこういう風にすると、まあどうやっても多分ここに雨が溜まっちゃうんですよね。見てください、もうこんな感じで
なんでまあそういうところは結構やっぱあれなのかもしれないですけど、見てください、こうやってちょっとね、この電気がどんな感じで配置されてるのかとか分かんなかったんですけども、大体の見た目で配置をしてみました。まあ1回だけなんですけど、まあだから結構リアルになってるのかなと思います。はい、で続いて断面やっていきましょうか。ちょっと大雨すぎるな、かわいそうに。はい、断面やっていきます。断面は作り方はまあ皆さん知ってるかもしれないですが、このツールからねセクションを押していただいて、まあこういう感じにするとですね、はい、クリックして、このシックネスはいらん、分厚さいらないですね。あとはもうこれに沿って持っていくだけと、簡単ですね。逆や、これ間違えた。はい、結構分かりやすいんじゃないですかね、これやると。これも絶対に実際に見に行った時にはもう分かんない情報なんでね。ゴリゴリの断面図ですよ。あ、ほら、もうこれとかさ、もうもろよな、ここら辺が。だからもろに、うん、もろに住吉の長屋の断面図としてってか、よくまあ見られるところ。これいいんちゃう？どうすか、これね、ちょっとこのソリッドなんですけど、一応まあこういう風に、まあこの断面がどうしてもねこういう感じになっちゃうんで、ちょっと見づらいかもしれないですけど、でもこの部屋の関係性みたいなのはすごく分かりやすくないですかね。これはまあ模型とか作らないと分からないことなんで。あ、ほら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 、こんなめっちゃ分かりやすいと思うわ。もうちょっと手前にしてみる？変わらんわ。しかも俺浮いてるし、オブジェクト全部浮いてるし、ミスってるし、全部浮いてるし、いや浮いてるし、2階だけ浮いてないか。あー、そや、俺めっちゃちゃんとやってるな。めっちゃ偉くないですか？これちゃんとここまでギュッギュッて入ってて、で上にプラスでもう一回ここを作ってみたいな。偉いなぁ、頑張ったなぁ、去年の俺。はい、ということでいかがだったでしょうか、住吉の長屋ね。まあ皆さん大阪に住んでる人以外だったらまあなかなか行けないでしょうし、このご時世ね、なかなか行くこともできないと思います。まあしかもね、まああくまでもこれ人の家なんでね、あんまり人が高かったとしても、その住人の方、近所の方にまあ迷惑かかっちゃうんでね、こういう感じで 3D、まあ、CG で、行ってみた、まあ、体験みたいなのができたら、まあこれからね、もっともっと皆さんが有名な建築であったりをもっと知れる機会になるのかなと思いまして、こういう風な動画を撮りました。はい、ということでね、今回の動画は以上になるんですが、まあ、これからねもうちょっとね、もう今年の僕も、春休みのうちにね、ちょっと有名なモデリング、有名な建築のねモデリングをしてみて、まあそれを皆さんと一緒にルームツアーできたらなと思いますので、はい、皆さんよろしければこれからも応援よろしくお願いします。今回の動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、頑張るんで高評価してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。